こんにちは、血の婚礼に失礼します。レオナルド役の木村達成です。花婿役の菅健太です。はい、では本作の役どころをお聞かせください。そうですね、僕レオナルドっていう役は、はい、結婚式の日に、早見あかりさん演じる花嫁を、奪い去るというか、取る側、取られる側。そうです、ね、はい。いいんですか、そんなざっくりで。ざっくりですよ。でもそれに尽きる、それに尽きますよ部分がね、うん、ありますね、はい。まあ、だから花婿は取られる側です。作品の見どころをお聞かせください。はい、そうですね、まあ、今回の作品は、かなり、詩的な表現がたくさん含まれておりますので、どういう言い回しでこのセリフを言うのかというのも、見どころの一つだと思います。はい、まだね稽古始まって間もないんですけれども、これからね、もちろん僕らの演技もそうですけれども、技術だったりとか衣装だったりとか、いろいろな意味でこう新しい血の婚礼をお見せできるのではないかなと思っております。楽しみにしてください。9月10月に文化村シアター国運にて上演いたします。皆様ぜひ劇場でお待ちしています。